泣きたくても泣きたくても凍りつく涙。おお、来たね。こんにちは、小金沢翔二です。そうですね、8月21日が、まあ、デビュー一作目ってデビュー曲ですね。で、今回も、55歳になるこの8月21日に、新曲あなたは雪になりました、発売になりました。久々のなんかバラード、切ないバラードって言いますか、まあ、小金沢翔二もいろんな歌を歌ってきてるんですけども、今回もあ、またこの歌かって言いますかね、また違った形かなって、そんなようなイメージがあると思います。僕自身も毎回いろんな歌を歌ってますけど、それなりに変えていろんな歌い方をしてます。楽しみにしていただきたいと思います。え、もう聞きました？ ありがとうございます。ですね、多分一番最初のイントロからちょっと切ないかなっていうイメージを多分持たれると思います。で、詩の中の内容も確かに、女性女歌でちょっと切ないんですけども、ただ僕、歌い手としての僕が切ない歌だからって、あんまり切なく歌っちゃうと聴いてる皆さんが余計切なくなっちゃうんで、物語の一つ、ドラマの一つ、なんか映画のワンシーンというような形に入っていただくといいなって、そういう気持ちで歌ってます。あなたは雪になりました、そんなような切ない恋の歌になっています。安心安全の新宇宙を目指して、まずは新橋のテーマ曲です。大人たちのストリート、レッツゴー。 SL 広場の中空地は星を見てる、大人たちのストリート、港横浜セレナーデ、祈り日常戻りまし、夢でも構わない、どこか寂しい横浜に、それが二人の泣きたくても泣きたくても凍りつく涙。今日お越しの暑い中、本当に足を止めて聞いた皆さんに感謝を込めてお別れになっちゃいますけど、これをお届けしましょう。ありがとう、感謝です。ありがとう、ありがとう、大切なあなたへありがとう。はい、いきますか。いつも応援していただきましてありがとうございます。あなたは雪になりました、新曲発売になりました。もうカラオケも入っていると思いますので、ぜひ聴いて聴いて聴いて聴きまくってから歌っていただきたいと思います。あなたは雪になりました、お願いします。